2022年全日本スーパーフォーミュラ選手権第2戦決勝レース、見事優勝されましたチーム無限の田中監督に、お越しいただきました。おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちをまずはお聞かせください。まずですね、本当に今年シーズン前直前にね、2大体制というふうに決まりまして、本当にその2大体制にその協力してくださったそのスポンサー様で、あとはいろいろその活動のためにご尽力いただいた関係者の皆様に本当は心からお礼申し上げます。であとは本当にそのこの短期間でね、車を作ってくれた、チームのメカニック、エンジニアにも本当にお礼を言いたいです。であとは本当に野尻選手おめでとう、本当嬉しいです。いや、はい、昨日今日で野尻選手もうすでに荒稼ぎという状況になってます、ね、そうですね、去年、野尻選手はチャンピオンを取って、本当にこれがね、去年が本当たまたま早かったっていうことも当然長い歴史の中ではそのあるとは思うんですけども、そのチャンピオンを取ってそれを継続するっていうことをやっぱり、チームがある程度その編成が変わったとしても、速さをこう見せなくちゃいけない、見せられるよねっていうのが思いが当然チームとしてありましたし、それをすごいプレッシャーの中で開幕を迎えたんですけども、こうしてポール・トゥ・ウィン取ってくれたということで本当に嬉しく思います。本当に強いチーム無限というのを見せられて嬉しく思っています。一方笹原選手ですけど、昨日今日と同じ症状出てしまいました、そうですね、そこ非常に笹原選手、予選ですごい素晴らしいスピードを見せてくれて、決勝でも当然もうワンツー狙うぐらいの勢いで期待していたんですが、残念ながらスタートでストールと。で昨日の そのデータもからもその、いろいろ対応して今日に挑んだんですが、またもう同じトラブルがなのかどうか、まだちょっとロガーデータを見てないので分かりませんが、ちょっとこう2回も続けてっていうことは、本当に深刻に受け止めなくちゃいけませんし、次に向けてしっかり解析していきたいと思っています。はい、ありがとうございます。ではお集まりいただきました記者の皆さん、はい、どうぞ後ろにマイクがあります。はい、田中監督改めておめでとうございます。 ありがとうございます。今シーズンからいくつかの大会で、今回のように2レース制、昨日予選決勝やって今日、予選決勝という、フォーマットでしたけども、この2日間のこのスケジュールとか、取り回し含めて監督からどのように感じたのか、その辺チームの状況含めてご感想いただければ。本当にチーム単純にそのチーム目線で見ると、午前中の朝予選で午後レースっていうのは本当すごいタイトなスケジュールで、ものすごい、体力もいりますし、その短い時間の中でいろいろ決めなくちゃいけない、それがすごい大変ですね。ただ、お客さんから見ると1日の間にやっぱり予選が見れてレースが見れるっていうのは、とても多分いいことでもありますし、これをその通常としてできるようになれば、もっとファンの皆さんがこう、喜んでもらえるし増えるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。でもそういう意味では今回2戦とも調子よくて、こうやってポイント取れるっていう部分も、メリットなのかなと思うんですけど、そうですね、これ本当に取れたから良かったですけども、これ取れないとものすごいビハインドになってしまいますし、この開幕の2戦、開幕の2戦という言い方は変ですけども、2レースこう非常に重要なポイントになりますよね。そこに乗れることができて本当に良かったと思います。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。他はございますか。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。先ほどその2大体制になってというお話があって、いろいろご苦労もあったとは思うんですが、笹原選手レースの方はちょっと結果残念だったんですけど、2台揃って速さを見せてますね。そうですね、で笹原選手は GT でも無限に所属していて、もう僕のホームチームみたいなことも言ってたんですけど、その笹原選手と野尻選手が入って組んでやることで、今のチームの雰囲気というのはどういう感じか教えてください。いや、すごいいいと思います。本当に2台をやっぱ2台体制っていうのは、やっぱり2台をフィードバックするっていうのがもうそれは基本前提じゃないですか。でやっぱその車を作っていく上でドライバーの2人のコミュニケーションもよくできていますし、エンジニア
同士 の、 そのコミュニケーションもよくできているので、本当フィードバックっていう意味では理想の形に近いあの体制になったんじゃないかなと思います。はい、であの笹原選手昨日できれば早くワンツーフィニッシュをしたいっていうような話もされてましたが、田中監督はいつ頃それが達成できそうかなという感覚でしょう。あの今日の雰囲気からすると鈴鹿でいけるんじゃないかなって勝手に思ってますけど、わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。監督の方への質問はよろしいでしょうか。以上で、はい、では監督の方の会見は以上とさせていただきます。はい、おめでとうございました。写真だけ撮らせていただきますので後ろの方にお願いします。優勝されました野尻選手に BRM ウェナーズアワードを贈呈させていただこうと思います。本日はバイオロンジャパン株式会社の CEO でいらっしゃいます滝川様にお越しいただきました。ありがとうございます。では贈呈の写真を撮らせていただきますので両手でプレゼントしていただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。3選手お揃いになりました。それでは2022年全日本スーパーフォーミュラ選手権第2戦、決勝レースの記者会見を始めさせていただきます。まずは、通算7回目昨年の茂木大会以来の優勝となりましたチーム無限野尻智樹選手、おめでとうございます。はい、すいません、ありがとうございます。はい、完璧な横綱相撲といいますか、もう完勝という形だったと思いますけれども、今のお気持ちをお聞かせください。はい、昨日は平川選手に負けて、悔しい思いというか、やっぱり平川選手もさすがに来るなと、当たり前のことかもしれませんけれども、そういった感情があって、その後、やっぱり予選で前に行って、じゃないと抑えきれないかなというところで、今日はまずポールポジションを取るべく、昨日終わってからしっかりと車を見直して、この辺りで、言うとチーム無限の2大体制がすごく生きてきて、笹原選手のいい部分を少し僕の方に融合させながら、車のアジャストを行って、それが今日に対してすごくいい方向に行ったので、まずポールポジションを取るというこの一つの目標が今日まず予選で達成されて、そこから決勝に関しては、このままあの順位で行こうというところで、セットアップも今日に対して結構変えていたんでどうなるかちょっと不安はあったんですけれども、何の、なんていうんですかね、不安もなく、最後まで高いポテンシャルをずっと発揮し続けられたので、今日は本当に素晴らしい一日になったなと思います。チームとそして応援してくださったファンの皆さんに最大限の感謝を表したいと思います。ありがとうございます。今シーズンは両メーカーのこのトップドライバー2人の争いになりそうな予感がするんですけど、いかがでしょう。いやいや、まだまだそんなことはないと思います。やっぱり10戦もありますから、やっぱりルーキーと言われる選手たちも非常に速いですし、今日隣にいる宮田選手もね、やっぱり速いのは分かってるんで、これからも気を抜かずに、戦い続けたいなと思います。はい、ありがとうございます。おめでとうございました。続きまして2位表彰台を獲得されましたカーエネクスチームインパラ平川亮選手です。おめでとうございます。今のお気持ちをお聞かせください。はい、そうですね、今日は昨日から、コンディションが結構変わってて、そこは予測はしてたんですけど、予選で、車は、うまく合わせきれたと思うんですけど、ドライビングはちょっと失敗してしまって、8番手に沈んでしまい、レースではしっかり挽回しようっていうので臨んだんですけど、ちょっとスタートは良かったんですけど、ちょっと一度りとかであまり、ジャンプアップできなかった、そこはしょうがないんですけど、その後はペースも良くて、一番はやっぱピット作業がすごく素晴らしく良くて、そこで宮津選手を抜くことができたし、その後野尻選手の近くまでは行けたんですけど、今日この8番手からのできたことは、2番手までが一番かなと思いますし、ベストは尽くせたんですけど、まだまだ課題はありますし、まだ 2戦しか終わってないので、次の鈴鹿大会に向けて、もっと、早く強くなれるように、研究していきたいと思っています。はい、ありがとうございます。おめでとうございました。続きまして3位表彰台を獲得されましたクオバンテリンチームトムスの宮田理智選手です。おめでとうございます。今のお気持ちを、
お聞かせください。はい、今日、予選で2番で終わって、決勝、去年からずっと課題だったスタートをまず普通に切ることできて、まずはそういった部分でも昨年の課題をしっかり、克服した状態でレースに臨めて、で、昨日のレースでちょっとパフォーマンスがトップ3に比べるとちょっと足りてないところがあって、で、それを改善する上で今日臨んだんですけど、3位ということで、予選の順位より1個落とした順位ですけど、確実に前進していると思いますし、むしろ去年はこの順位にいることすらできなかったと思えば、大きな進歩だと思うんで、この結果に満足するわけではないですけど、少なからず前進しているということを、再確認できましたし、まだ残り8戦ということで、結構レースがあるので、引き続きチームとともに、努力したいと思います。そして、表彰台に、乗れたことと、応援してくださった皆さんには本当に感謝しています。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。おめでとうございました。ではお集まりいただきました皆様方から質問頂戴します。エビー君。モータースポーツドットコムのエビーです。野尻選手と平川選手お二人にお伺いしたいんですけども、野尻選手が、ピットアウト、してからの15、6周、お二人が、2秒前後のギャップでまさにこうつかず離れずといったような、バトルを戦いをされてたと思うんですけど、お二人はその間、どのようなことを考えながら走られていたのか、レース戦略の面ですとか、感情の面ですとか、どちらでも結構ですのでお聞かせください。野尻選手からお願いできますか。はい、率直に、平川選手が予選8番手だったのでやっぱり来たなというところで、そうですね、非常に嫌なライバルが来たなという印象でした。その後に関してはですね、まず平川選手の OT がどれぐらい残っているのかなと、そういったところが非常に気になりましたし、あとはその平川選手がいつタイヤを変えたのか、このあたりを無線で情報をもらいながら、自分としてはなるべく1秒近くまでは接近させないようにプッシュしたり、少し余力を持ってみたり、そういったことを繰り返しながらタイヤもいたわりつつペースを安定させてっていうところに主眼を置いてドライビングをし続けました。ありがとうございます。平川選手お願いします。そうですね、もうタイヤ終わってて離されないように必死でした。昨日のような差はなくて、結構個人的には10周ぐらい、逆に宮田選手も後ろが来ててあんまりこう、ね、楽な展開ではなくて、今日はちょっとセカンドステントはきつかったなっていう印象ですね。はい、ありがとうございます。平川選手にお伺いしますが、先ほどスタート直後、その前に予選のことを聞きたいんですけど、ちょっとドライビングでミスをしてという話がありましたが、それは何だったのかということを教えてください。予選で、内緒です言わなきゃいけないんですか。教えてください。いや、でも結構車のせいにはしたくないんですけど、ちょっとやっぱコンディションが変わるとちょっと乗りづらくなる部分だとかがあって、そこにやっぱ合わせきれなかった部分っていうのが一番大きいかなと思いますね。昨日は本当に Q1 終わってポール狙えるなっていう感じはあったんですけど、今日はもう Q1 走っててこれ Q1 も落ちるかなっていう不安もあるぐらいだったんで、ちょっとそうですね、車含めてかなと思いますね。はい、で先ほどスタート直後にちょっと位置取りが悪くてという話がありましたが、その小林カムイ選手であるとか三宅選手であるとか、あと目の前にちょっとフェースが落ちてきた山下選手とかに抑えられる形になって、そこでだいぶタイムロスとかあったんじゃないかなという気もするんですけど、たらればでもしあれがなければ今日も勝てそうだったんでしょうか。たられば言ったら10勝しますよ僕は。はいなんで1コーナーでそうですね、3番手4番手ぐらいまでジャンプアップしたんですけど、フリースピードウェイの1コーナーってやっぱ打ち取り難しくて、ちょっと押し出される形になって、順位をほぼ6番手まで戻してしまったのかな、6番手戻してしまって、確かにその後カムイ選手抜くの苦労してたら、三宅選手の
なんかとんでもない OTS で2台抜きされちゃったんですけど、まあそれ、まあそうですね、最初のスタートの1コーナーで前に行けてれば野尻選手といいバトルができたかもしれないので、まあ、確かに、まあ、そう言われればそうですけど、まあ、あんまりたらればは正直言いたくないです。はい、ありがとうございます。で、宮田選手なんですが、宮田選手スタートが決まって序盤2番手でずっと周回してたんですが、その野尻選手にはちょっと離される形になったと思いますが、車の状況どうだったでしょうか。まあまあ、昨日もそうでしたけど、第一スティントのパフォーマンスがいまいち で、まあ、今日は実際その2番手からのスタートだったんで、まあ、当然スタートでトップ出ればそれは、まあ、自分がトップなのでクリーンエアで走るのはもちろんですけど、まあ、2番手でキープであればそれこそ野尻選手は速いのは当然ですし、それについていってその先で何か見えたことを次に生かそうっていうふうにも思ってたので、まあ、そういう部分では話されたという部分では、まあ、自分の中でも、まあ、今の足りないところなんだろうなっていうのを感じられましたし、ただそれをしっかり間近でどこで追いついてどこで離されてっていうのも見れたので、まあ、そういう部分では、まあ、離されたっていう部分では今の状況じゃ、まあ、しょうがないかなって感じです。はい。で、野尻選手、まあ、今季初優勝というか、はい、早くも2回も表彰台に上がって、まあ、ランキングでもいきなりもう上の方にトップかなに来てると思うんですけど、早すぎますけど2連覇に向けてこれはいけるぞ的な手応えは。まあ、早すぎますね。はい。まあ、とはいえ、そこを目指して全力でやってるんで、もちろん取りに行くつもりです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。3選手に、お伺いしたいんですけども、今年からリアタイヤが変わりまして、でこれで昨日今日とレースありましたけども、それで実際にどうなんでしょう、タイヤのレース中のタイヤマネジメントとかその辺とかやっぱ変わった部分があったのか、その辺意識してたことをお聞かせいただければなと思います。3選手、野尻選手からお願いします。まあ、難しいですよね。内圧の指定とかも出てきたり、まあ、昨年の多分開幕戦はなかったかな、とありました、決勝もいつからありましたっけ、あれって去年の鈴鹿大会からじゃないですかね。鈴鹿ですよね。そうですね。はい。まあ、なんで、まあ、直接的な比較はちょっと難しいかなっていうところが正直なところです。まあ、とはいえ、まあ、今日に関しては、まあ、終盤気温もちょっと下がってきたところもあるかもしれないですけれども、まあ、特に違和感なくというか、まあ、そこまで昨年と比べて遅いとかそういった感じはなかったですね。ラップタイムとしても昨年比でも悪くないんじゃないかなと思っているんで、そんなに大きな差は感じていません。平川選手、お願いします。そうですね、まあ、自分は結構差を感じてて、まあ、確かに直接的な比較はできないとは思うんですけど、まあ、ちょっともう去年よりも少し落ち、まあ、ショートランをしている限りそう落ちるなっていう感じはあるし、まあ、タイヤセカンドスティントを変えたら急にバランスもバコって変わるので、まあ、そのあたり去年よりも差があるなっていう感じは2レースともしてありますね。まあ、昨日経験しているので、まあ、今日は対応はできてますけど、去年よりは少し去年とは少し違うなっていう雰囲気はありますね。宮田選手、お願いします。まあ、うん、どうなんですかね。まあ、去年もそのレギュレーションというかそんなやつ規制とかでちょっと分かんないですけど、まあ、個人的にちょっとサーキットによってなんかタイヤの雰囲気が違うというか、まあ、鈴鹿でこうだったのに富士では違うなみたいな、まあ、あったり、まあ、今回のレースに関して言うと、まあ、昨年よりちょっとそのタイヤの扱いは難しいような気もするし、まあまあ、ひとまずでもそういう部分ではもうちょっとそのレースの、まあ、やってる側は難しいと思いますけど、まあ、見てる側はそういった部分では展開が増えてんじゃないかなと思いますし、まあどうなんですかね。まあ、去年よりは確実に難しくなっているとは思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。昨日もお願いしましたけれども、25分から、いわゆる、ミックスゾーンが始まりますので、会見の方は以上とさせていただきたいと思います。ありがとうございました。3選手おめでとうございます。改めまして。